どうも10月突入、お先真っ暗ですね。お先真っ暗なんだ。いやー、なんかさ、お先真っ暗。いや、日本のことを考えるとね。まあそうだね、いいニュースはないね。そうあまちゃんも終わっちゃったしな。あまちゃんが終わってね、この消費税が上がるって、上がっていいことないじゃないですか。いいことない。あまちゃんに救ってもらったもん。そうだよね、アマちゃんが総理やればいいね。そうだね、アマちゃんが総理、俺ベンさんとかいいと思うよ。いいよね、総理。ベンさん、ベンさんね。何、アマちゃんのメール来てんの、加藤さん、幸太郎さん、はい、朝晩めっきり涼しくなってきました。お元気でしょうか。俺今日また老眼がシュッと。さて、はい、いよいよ佳境に入っているアマちゃんですが、はい、絶妙なキャスティングにすっかりハマっていますと。なるほど。そこで私なりにアマちゃんのキャストをコレクターズ関係者に当てはめてみました。おお。主役なくてはとりあえず加藤さん。俺なんだ。まあそれしょうがないじゃん。まあそうだな、そうそう、髪型もね、真似したぐらいだから。種石先輩は小太郎さん。え、種石先輩は古市だからね、俺しょうがない。一村はモビー。モビーなんだ。サチウス広瀬北くん。ストーブさん。花巻さんはキューちゃん。花巻さんがキューちゃん。これレディオガガのメイクだから。ああなるほど、キューちゃんもね。パパは松本社長。パパはなるほど、松本社長。なるほど。琥珀のベンさんはオリさん。ああそういうことになるか、やっぱりな。スナックリアスの片隅でもふぼふと琥珀を磨いているベンさんとステージの方で久々にベースを弾き続けるオリさんの姿が重なって見えてしまう。悲しいねそれ。ちょっと小田君、一人弱いの勝手な思い込みですが、ドラマが終わってもしばらくは妄想で寂しそうなイラストです。なるほど。ご自愛ください。 JJ ガールさん。はあ、孝太郎君はでもあくまであれだよね。え、あの NHK の連ドラカーネーションをトップに持ってくるよね。まあ、まだね、今日この収録時点でアマチュア終わってないんですけど、トップカーネーションかな。ねえ、孝太郎君カーネーション推しだよね。いや、朝ドラ知ってるは知ってる人ほど多分やっぱりカーネーションなんだ。なるほど。じゃあちょっと歴代のそのワンツースリー教えてよ、孝太郎君。朝ドラ忘れちゃったよ、昔のは。おしんから見てんの？いや、元なんか見てるんです。あ、すごいね、渡るくん。ハトコの海。ハトコの海になっちゃう写真館、元あの辺りみたいな。マイク一人とか。で、ワーストワンが決まってんでしょ、渡るくん。まあ、残念ながらね。残念ながら。ね、もう、嘆くようにいつも言ってるもんね。で、やめたから、俺見るの。あ、そうなんだ。初なの、それは。今、見出してやめたのは初だね。あー、ほんと。よっぽどつまんなかったんだね。見出したら付き合うよ、最後まで普通は。なるほどね。俺あんまドラマって見ないんだけどね。アマちゃんと夜行観覧車だけは見たな。夜行観覧車ってあれ、あの夏木マリアです。夏木マリア、夏木マリア観覧車も出てるよ。あ、そういいね、いい役やってるっつったもんね。でも朝ドラったらすごいね。すごいよ。俺おふくろとさ初めて意見があったもんね。今までもういろんなことで対立してたのに、アマちゃん面白いっつって。アマちゃんの結構経済効果すごいね、やっぱ NHK 的に。あ、すごいと思うよ。あの NHK でほらスタジオパークとか行ってもさ、結構グッズがさ売り切れてる。うん、売り切れてる。だって俺結構買ったもんな。買ったの？本も買ったしさ。え、何買ったの？いや、アマちゃんのほら出た NHK ブックスのやつ。そうそうそう。あれ持ってんの？当たり前じゃん。ワンツーあるよね。ワンツー持ってるよ。ワンツー買ってんの？持ってるよ。さすが写真集家の男だね、小太郎くん。使いますよ。昨日出たやつ買ってないんだよな。あれ、小太郎くんあれだっけ、南陽子の写真集になってたっけ、小太郎くん持ってて大事にしてたやつ。丸ごと南陽子ブックと、もう一個あったよね。もう一個あった。で、小太郎くんがね、俺好きだったのは、小太郎くんと俺、必ずさ、あの、何でもかんでもさ、CD でもレコードでもそうだけどさ、本でも、あの、捨てちゃう気がね、やってくれるじゃん、捨てちゃう気。自分のがあるでしょ、コンポも捨てちゃう。ね、LD も捨てちゃう。捨てちゃう気必ずやってくるじゃん。で、そんなのさ、勝ち残ったやつってすごい好きなんだよ、コーダの中でね。で、南の陽子勝ち残ったじゃん。残った。だから、すごいなと。なんだっけね、あの写真のタイトル。今後何、そのアマちゃんのさ、あれは勝ち残る。アマちゃん勝ち残りますよ。勝ち残るんだ。捨てちゃう気がやってきても。勝ち残りますよ。こうなるんじゃ、小田君、アマちゃんには、あれなんだね。高評価なんだね。そうね。とか言って、エリック・クラプトの LD 捨てちゃったからな。だって LD は見れないからさ。もう、すごいんだよ、これ、とか言って。
アンプラグだっけ、そう、そう買ってて捨てちゃうかと思って捨てちゃったもん、捨てちゃうよ、うん、こういうことはね、うん、捨てやってもいいのパックで捨てちゃうもんね、うん、捨てなくて後悔することもあるんだけどね、で買い直すんでしょ、で捨てるときってやっぱ勢いが必要だからさ、まあそうだね、なんか酒と一緒でさ、酒も3杯4杯飲んでくるとさ、もうクッキークッキーでしょ、うん、だからさ、ちぎってもして始めると思うさ、もうクッキーちゃう、途中からクッキークッキーちゃって、あ、これ捨てていいやんつってさ、苦労して見つけてさ、あ、いらないなやんつってさ、データ入ってる、データ入ってるみたいな感じで、どんどんいっちゃうんだろう、この間もやったよ俺、あ、そう、やるんだ、なんか軽くなった部屋がね、やっぱ結構俺試してるから重くなっちゃうんだよな、ダメダメ、アメリカ人みたいにガレージ持ってないといい、そうだね、本当にガレージあったら絶対貯めとくわ、ガレージあったら俺も貯めるかもしれないけどね、だって段ボールに入れて持っててもさ大変じゃん出すの、でまた実際のところ聞かないんだよね、うん、ガレージで IBO で分かれたらいいよ、うん、しかも大体もう80年代の CD とかさ、うん、マスタリングあんなって聞いてらんないよ、そうだね、音量もちっちゃいしね、聞いてらんない、聞いてらんない、どんどんその辺の技術が良くなっちゃうからね、うん、それはある、だからね、iPod とかに入れてね、昔の入れると急にしょぼい音になるもんね、もう情報のところでも音量上げたのもピュッてね、っやってらんないよ、それはあるな、確かに、うん、絶対中古 CD 買わないもんね、うん、買わないかね、うん、新しいね、現在進行形のものは CD 買うけど、うん、加藤さん、小太郎さん、初めまして、はい、46歳一児の母の P です、うん、子供が今年から小学校に入学し、やっと少し手が離れたので、うん、今年からコレクターズのライブ参戦に復帰しました、おー、ありがたいね、小学1年生で手が離れた、ええ子ですね、約10年ぶりに見たコレクターズの皆さんは、うん、いい意味で全然変わってなくて、いつまでもかっこいいと言える存在で、うん、いてくれることに感動しました、おー、ありがたいね、そのライブは最初一人で行く予定だったんですが、うん、ライブに行くことを音楽好きのママ友に話したところ、うん、偶然コレクターズ好きだったことが判明したと、まあ、あれよあれよという間に一緒に行くことになり、うん、そのライブ後ママ友はコレクターズにどっぷりハマってしまい、うん、結果遠征までしてしまうようになったと、ツアーの追っかけってことこれ、そこまで夢中にさせてしまうコレクターズってすごいなと感服しています、うん、話が変わってうちの主人のことなんですが、うん、主人は100キロ近く体重があり、うん、そういう体型の自分と結婚した私を俗に言うデブ戦だって言い切りますデブ戦って言われちゃってんだ、いや、その根拠には理由があって、私の初恋の人が太っていたから、ああ、そういうのがあるんだ、私は太ってる人でも十分恋愛対象として見ることができますが、うん、決してデブ戦ではなく痩せてる人の方が好みです、なるほど、主人と太ってることが気にならないほど好きになってしまったから結婚したんだと、うん、そういうふうに説明してもまだ私のことをデブしか愛せないと譲りません、旦那が勝手にね、うん、なのでコレクターズの映像を見て私は痩せてる人が好きなんだと主張したところ、うん、加藤さんを見てみて、うん、いや、こいつは頑張ってるけど結構来てる、将来来てるみたいなと、やはりデブ戦であるということを確証を得られてしまう、じゃねえよマジ加藤さん、私がデブ戦でないということを証明するためにいつまでも太らないでかっこいいと言ってくださいと、当たり前デブじゃねえし、アリオンツアーができますので楽しみにしています、うん、カイヤさんからですね、デブで思い出したけどさ、小田君、マシロがさ、うん、マシロックとか言って、うん、デビュー20周年のコメントを俺と小田君に撮ったじゃん、うんうんうん、あれひどいね、ああそうこんにちはおデブちゃんって始まるから、ああそう忘れちゃったでしょ、何言ったか、ね、うん、小太郎君がマシロがお弁当2個買ってきたんでしょ、あ、そう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 、あれの話で俺はその時話しててさ聞いてて、ね、分かんなかったんだけど、うん、後から聞いて分かったんだけど、あの2個っていうのはさ、うん、1個仙台出た時に食べて、うん、もう1個大宮行きすぎて食べるの、そうそうそう俺それが面白くてさなんでそんな短い間に払えるかなと思ってさ大宮行きすぎてからつがいいんだよ、そう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 、ね、うん、やっぱりなんか食べたくなるんだよね、なるんだよね、なるんだよね、うん、ゴールが見えたら、ね、なるほど、ゴールが見えた感じでね結局ノーカットで流したみたいよ、あ、もう終わったんだ、うん、すごいよ、ピナの人が編集ね、それで全部編集してやってたんだけど、うんうん、これどこかカットした方がよろしいでしょうかって来たからねで見てたんだけ ど、いや、このまま行けっつって小太郎とか送るよ、まあ、それが小太郎くんがさ、もうさ、なんていうの、アイムセクシーの時のロッドスチュアートなんだよねあのサングラスのタレさんにさ、髪もちょっとなんていうの、キーズリチャーズっぽくなってるっていうかさ、でもう語り口調はさ、もう一言が全て、うん、あ、
マシロはそうよみたいな。マシロはそう。大宮行ぎたら行こうみたいな。うん、そう言った。もういい加減も。ひどい。本当ひどい。ひどいな。やばかったよ。それでね、うん、その送られてきたファイルの中にさ、うん、まあマシロが世話になった人たちの、うん、まあビデオにちょっと入ってたの。なぜか。うん、なぜかね。うん、でやっぱみんなの見たらやっぱみんなまともなこと言ってた。ああそう。もう。彩香だっけ、あ彩香ね、うん、彩香さんのバックコーラスもやってたからのご挨拶とかさ、うん、もうほんとしっかりした挨拶してね、俺たちがこんにちはおデブちゃんって言ってさめっちゃくちゃだよ、ほんといいじゃないよ、でお前はもうほんとロッドスチュアートになってるしさ好きだったの、この時ロッドスチュアート、ロッド好きだよ、アイムセクシーの、アイムセクシー好きだよ、マジで、おすっごい売れたよね、売れたよ、アイムセクシーは。なんかさ、おばちゃんもああいうファッションだったよね、あの頃。タイツっぽくてさ。そう。全員乗らなかった偶然なの上がボディーがさ、ボヨンってしててさ、でも下はもう。それ、小森のおばちゃまでしょ、だからそ、いつまでそういうことよ。それがさ、すごい流行んなかったよ。小森のおばちゃまでロッドから来てるとは思わないよ。ロッドじゃない。いや、ロッドだったよ。そう。小森はね、多分ね、ロッドから来てる。ロッドはスチュアート好きだっていうのを俺テレビで見たことあるよ、あ本当、うん、でもロッドはやっぱ今見るとかっこいいよね、アイムセクシーの子でしょ、あの子ぐらいまでぐらいまででか、フェーゼスまでか、うん、まあフェーゼスの時もかっこいいけどね、まあ、あのフェーゼスの時かっこよすぎるよ、あれかっこよすぎるね、確かにロッド、ロッドね、いい男だしね、いいよ、うん、声もあの声だしさ、そう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 、アイムセクシーの前に一発セーリングかましてるからね、あそうか、あれでも行っちゃってんのか、セーリングでぶちかましてんだ、軽くだってビートたけしだって真似してたって言うんだよ、ロッドの、ロッドのあの頃ツービートの頃、そっか、だからもう全員がやっぱ全員が真似してたんだよ、ロッドの、ロッドの、ロッドか、小田君がのジムで会うロッドとは違うからね、ちょっと違うね、最近元気ないんだよなロッド、あ会うのまだ、最近ジムのおばちゃんたち合わないの、あのみんな喧嘩ばかりして、みんなソロになっちゃう、喧嘩ばかりだよ、みんなソロ活動になっちゃう、みんなソロ活動、みんなイエスみたいになっちゃってるの、なっちゃった、みんな一人一人は実力派なのに、みんなソロだよ、厳しいよ、みんなソロ、何があったんだろうね、何があったんだろうね、おばちゃん会にもいろいろあんだろうな、すげえあるよ、見え張ったりなんだりね、次はエイジア、次はエイジア結成だな、これは、おばちゃん会のエイジアみたいにね、ヒット出ればいいけどね、うん、そういえばこの前あのバニラビーンズとライブやった時にさ、うんうん、あのイエローモンキーのディレクターで有名な胸キュー来たね、胸キューが来てさ、うんうん、これでも途中で帰っちゃったんだっけ、ずっと話してったんだよあいつ、終わってから、終わってからも、ああ本当で、あいつ洋楽好きじゃん、うん、で今までまあいろんなちょっとね、うんうん、ライブどんなの行ったのかってここ数年、うん、話して帰ったの、うん、キングクリムゾンってベース弾いて歌ってた、うん、グレッグ・クレイグが来てね、うん、すんごい太っちゃったなって、ああいその話いた、いたよ俺、あいた、休憩ないでしょ、それ1曲ごとに椅子に座って、しかも途中で40分休憩、そう40分の休憩があったって20分だって40分の休憩みたいな俺たちもああなったらまずいなと思ってさ、いやそりゃまずいっていうかやだよ、そうだよね、しかも一人で来てさ、カラオケでさ、ベースだけ弾いて歌って弾き語りしてったっつうんだから、すげえなそれ、すごいよな、花、そうそう花輪状態、かつてはさ、だってさ、もう本当振動のように言われてさ、なんていうの、俺もさ、この人天才なんやろなと思うぐらいさ、ベースとさボーカルがさすごかったのにさ、うん、そうなっちゃうんだね、そうなっちゃうよそりゃね、うん、ちょっとがっかりしたんだよね、天才も年取るんだからね、年は平等に取るね、まあ平等だよな、本当にいいんじゃないの、ちょっとびっくり、まあね、アル中なのかな、なんだろう、でも白人の人すごい太るよね、でもなんか外人の人のアル中ってやっぱすごいよね、桁が違うでしょ、なんかそう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 、スケールが違う、ガンマが違う、ガンマが違うでしょね、うん、まだ春レベルだったらさ、ガンマが健康でしょ、健康ですよ、健康体ですよ健康体だよね、まだまだ飲めるっていう、まだまだ飲めるよね本当に2500、そう2500、うん、そしたら誰だっけな、上野だ、うん、1650って言ってた、うん、まだバイククラスですよって言ってた俺が好きだったんだよねまあ確かに1650だとでかいバイクだなって言って、うんうん、
ハルさん2500円ですからね。2500円いっちゃうとね。排気量だと車でもね、でかい方だからね。DM 系になっちゃうからね。そうなんだよ。こんなこと言ってたな、上野が。上野はね。でね、そうそう、上野が言ってたんだけど、あのほら、カノヤン、バッドミュージックの社長、昔からさ、プロペシアみたいなのでさ、髪の毛がどんどん生やしてきたじゃん、俺たちがハゲハゲって言ったから。でもなんか随分なんか傷ついてたらしいんだよ、実はね。実はあんなかスーパーマリオみたいな顔して、で加藤さんすごい傷ついてたんですよって本ね、いつも愚痴ってたんって上野に。だからその言われるたびに、そのなんか女性ホルモンなんだってね、結局それ飲むのが。それで、でそれを大量に摂取し始めたみたいな、そういう時期があったんで。でね、誰にも打ち明けられない秘密があるんだって。あ、なまってるでしょ。なまってる。で上野にこう言ったんだよ、おっぱいも出てきちゃったよって。俺笑っちゃってさ、それ聞いて。あのルイージみたいな顔しておっぱい出てきちゃったら最悪でしょ。ね、そんな時期もあったんだって。なるほどね。だから門屋に優しくしてくれって上野に言われて。優しくしてるじゃん、ね。だから俺たちはね、こんなにね、まあ、いじめに見えるかもしれないけど優しい。愛ある、愛あるいじめだもん。そう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 。だよ、おっぱい出ちゃったって笑ったな。本当に。そっか、上野浩二もね、面白いよ本当に。しかしさ、小田君、あのこの前さ、バニラビーンズってやった時にさ、あの新宿ロフトってさ、あのこれ出演した人じゃないとか分かんないんだけどさ、出演する手前のさ、あの通路みたいなところにさ、かつていろんなバンドがさやったさ、曲順表がさ、壁に貼ってあるんだよ。もうセットリストがドーベタ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 って多分いっぱいになるから、どっかでまあ少しずつ上に貼ってっちゃうんだけど、俺出番前にさ、あれ見るのすんごい好きなの。俺も好きよ。白いブリーフに抱かれた女ってあったんだよね。あ、俺どんな歌なんだと思って。それもいいけど、これも好きだったよ、お前と別れたい。そんなんだったの。マジで。でもゴータル君が一番最初に指さしたのは、自問自答って。そう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 。あと渡る世間は俺ばかりとかさ、そうそうそう、うまいこと言うやついんなって思いながら出演してるからね。そうなんだよ。ロフトの醍醐味だよね。醍醐味だね。出演者ね、長ではのね。ツツジを吸うのは日本の伝統文化みたいですよというメールですね。ツツジを何？吸うんだか。小太郎君のこの前ね、ミツバチ事件。ああ、ミツバチ古市ね。ミツバチ古市って。結構、でも案外吸ってんのね、みんなね。吸うよ、ね。うまいもん。聞いてもみんな吸ってたって言ってた。うまいもん。うまいんだ。リーダー小太郎さん、こんにちは。はい。以前、下北沢で小太郎さんを見かけて、背が高いってのは本当なんだと、ようやく納得した優と申します。すごいなんか素朴な話だよね。ステージだとリーダーも小太郎さんもそれほど背が高いは感じないんだって。あ、そうなんだ。大きいから感じたい。そうだ、みんなでかいじゃない。比較がないんですよ。そうかそうかそうか。誰がすごい小さい人がいればいいんだね。キンクスみたいに。プリンスかなんかゲスト入れればいいんだよ。あ、プリンスね。プリンスがベースみたいになってもいいんだ。そうそうそう。なるほど。昨日のバニラビーンズのライブ、アンコールでのセッションも含めて、とにかく最高でしたと。失礼ながら主催を送ってコレクターズの良さばかり目立ったイベントのように感じられました。そうなんだ。それはまあ主観ですから。まあそうだね。写真 OK が出たので撮りまくりましたが、最前列の男性の後頭部が出てしまいました。月面の絵みたいになってるわけ ね。クレーターばかり。さて先日岡本ズと黒猫チェレシーのライブ、ツーバンド全員がステージに立つイベントね、に行ってきた時の話です。彼らは全員22歳ですが、将軍が幼少時アメリカから日本に来て、この国大丈夫かよと思ったというエピソードを話してくれました。へえ。子供がみんなその辺の赤い花食ってるんだぜ、クレイジーだよ。それに反論して浜君が、いやいや、あれはですね、蜜を吸ってるんですよ、ツツジの。みんな大好きで、僕なんかそれに隠して教室まで持ち込んで吸いましたよ。その言葉に大きくうなずく22歳の日本人メンバーたち。私も幼少時日本にいなかったので、正直この文化知らず、うわ、それにしたって痩せてきすぎたなと思いましたが、今日のお二人の話でこれが日本の伝統文化だと分かりましたと。なるほど。親が高額所得者で、正常在住と聞く浜さんさえ吸ってるんです、袖に隠してまで。なるほど。脈々とこの伝統が受け継がれ、今日もどっかで子供が蜜を吸ってることでしょう。なるほど。でも東京オリンピックが決まって今、この文化継承は果たして肯定的に捉えても良いものか、日本人としては不安であります、なるほど。それでは次のライブを楽しみにしております。バネビとのライブのね、
後頭部を打ち上げるな。確かに。なるほど。写真も添付してくれて。これつまり何が言いたいかっていうと、どこで生まれ育とうが、うんね、そう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 、蜜を吸うもんだと、金があろうがなかろうが、金があろうがなかろうが、だってグルメとしてやってるんだもん。そうだよな、うん、駄菓子屋の紙の、ね、味付けの紙よりうまいんだから本当にうまいの。うまいよ。今ここにあったら吸いまくるよ俺。マジ、うん、そんなうまいのかな。うまいよ。でもそれで商売したぐらいじゃないんじゃない、小鳥君ね。だあのね、だからね、うん、ガムでツツジ蜜味ってなったら出てないから。買うね。買うね。ツツジ蜜味。買う。へぇツツジ蜜味シェイクとか出ても絶対食べる。昔イブっていうさ、バラの香りの飴があった、ガムあったでしょ。あったあったあった。あれ超えるね。ツツジ蜜味ガム。あー、そう。ガムで衝撃って言えばさ、やっぱりブルーベリー味が出た時だよね。まあ、新しかったけどね。新しかったでしょ、うん、新しかったけど。でも、あの味の継続感のない感じがまたさ。短命なんだよね。短命なんだよね。寂しかったけど、あれ衝撃だったよね。まあね。うん。あれ乗ってこないね、今日。衝撃は衝撃だったよ。ただまあ。梅ガムの方が強かったってこと？あの好きだったね。梅ガム俺嫌いだったんだ。俺ね、梅人探男だから。梅で人探なの？梅人探知ってるでしょ？知ってるよ。俺の中で最もあれ親父だもん。ところがね、うん、昭和40年代かな、うん、50年代初頭かな、うん、遠足といえばね、うん、もうクラスの男子25人は全員梅仁丹持ってます。マジでどこの親父なの。いや仁丹は親父だけど、梅仁丹のあのうまさはね。梅仁丹何、つまりネオモッツってことはニュー、ニューだよあれ。ネオモッツどこじゃないあれ。どこじゃないニューロマンチックだよ。ニューロマンチック行ったね。随分梅仁丹はうまいよ。ニューロマンチック、うん、もう帰りからだもん。デュランデュランだろ。そう。自分のも食っちゃってさ、うん、お前ら誰か梅人溜まってないとか言ってもらうぐらい。みんなカリカリやってんだよ。バスだからカリ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 。すげえ小学生。早んでしまず。梅人溜今みんな食わないのかな。食わないよ。梅人溜売ってんのかって。まず人溜って不思議だよね。でもね。小梅ちゃんの味だね。あ、そう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 。味はね。でもちっちゃいじゃん。俺小梅ちゃんも好きなんだよね。つまり梅好きってこと？好きかも。あ、梅ちゃんも好きだったもんね。あ、そっか。だから言ってるんだ。俺いやでも違う。梅ジンタンは違うよ。まあ、そう違うフィーリングの。梅の香りがほのかに香るジンタンでしょ？でもジンタンも親父臭いじゃん口の中で。だからところが、それは銀のジンタンでしょ？銀のジンタン。あの頃の子供は結構ね、うん、その辺のおじさんがね、うん、セビルからジンタン出してこれ一回やるでしょ。やってたよ。あの仕草に妙に憧れたもんですよ。憧れないよ。あれを見てね、もうなんていうの、こう親父だなって感じて。いや、あれを見てタバコに憧れるような感じだったんだよ当時。あ、そうなんだ。小太郎君的にはそういう感じ。みんなそうだった。そんなある意味ね。刑事っぽいんだよ、ジンタン出すことは。そうどちらかというと、追跡に疲れた刑事が、もうセビルから出して、カティッカリってやる。誰もが一度はそのジンタン買ってくるんだけど、これ食えたもんじゃねえぜっつって、やめるわけですよ。ところが誰か、野外君かなんかね、前の秀美呼びかけますね。大変だよっつって、梅ジンタンってのがあるぞっつって、持ってきたんだよ。それで食ったら、うまいじゃんっつって、今度のやつが決まりだなっつって。今度の変則は決まりだな。みんな梅ちんたんで。マジかよ。変なブーム起こすね、モデル君。でさ、やっぱさ、駄菓子屋とかでもさ、うん、梅ちんたんっぽい大きさのさ、ちっちゃいなんかその味のついたさ、うん、なんかあるじゃん、うん、なんかミンツみたいな。あるあるある。あるでしょ？あれやっぱ硬いもん、梅ちんたんに。あ、梅風味か。硬さが違う、まず梅ちんたんの。その駄菓子屋ってのは柔らかいんだよ。うん、歯に優しいのよ。なるほど。梅ジンタンは結構やっぱりね、奥歯の爪もに、ね、食い込むもんだよね。カリッて言うんだよね。カリッてくる。カリの質感がね、やっぱりさすが梅ジンタン、うん、へえ、随分押すね梅。やるな梅ジンタン好きだね。へえ、梅好きなんだよね。結構これが和な感じ好きだよね。和ですよ。そういうね、テイストがね。そうよ。へえ、梅ジンタン。小梅ちゃん最近食ってないな。誰も食べてないんじゃない。好きなんだよね。あんま見ないよ最近。ないね、スタジオにも。ないよね。昔はスタジオに必ず置いてあったよね。コウメちゃん。コウメちゃん。あの、ミカンのもあったよね。あった。あった。コウメちゃんまた、いいんだよね、着物着ててね。そう。カリカリ、カリカリね。もう、ゲッシルガーのように食ってたもんね。もう、スタジオ行くとカリカリ、カリカリ。あ、今日買って帰ろう、コウメちゃん。カバンにコウメちゃん入ってないと不安だよ。なんでだよ。うまいよ。あ、そう。コレクターズはスタジオコーストですね、 DVD が発売中ですね。はい、今すぐ Amazon でね、ポチッと、ね、そう、ポチってください。ダブルクリック大歓迎ってやってますので、トリプルクリックも
沖縄の、読谷リゾート沖縄というところでですね、はい、今週末5日モンゴル800フェスティバル、そうなの、モンゴル800がフェスティバル、 What's a wonderful world、 いいじゃんモンパチフェスで。長いよね。モンパチフェスでいいんだよ。正式タイトルモンパチフェスではしないでしょ。いや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 、モンパチフェスの方が全然わかりやすいよね。11月1日は渋谷クス平本くんのイベントタブーに登場しますね。タブー、はい、とにかくいろいろあります、はい、各自お願いします。このポッドキャストはスタジオ MOG のスクラップマガジンのサイトからダウンロードできます。写真館もここから、うん、iTunes から外れたアーカイブもここからダウンロードできます。アドレスは、まあいいや、毎週水曜日更新、うん、P メール受付中、ブクロ24アットマーク gmail.com ですね。ほう、はい、おお、ね、これちょっと来年の5月10日の岩手の北上の、うん、はいはい、こう桜ホールはこれ気になるね。今からね、いい感じで売れてるらしいですよ。うん、なんかこう歴史を刻むぐらいさ、うん、もうなんかいっぱいにしたいね、こうね。そうだ、最初はほらこれ場所からさ、うん、こんぐらい入ったら奇跡だよなって言ってた数字は特急突破したんだ。おお、素晴らしい、すげえ。だから自分の中ではもう十分なんだけどさ、ここまで来たらね、ここまで来たらね、うん、もうソールドアウトって出しちゃうぐらいね、なんか、うん、なんでここねみたいなね、そう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 、感じにして頑張りましょう。はい、はい、じゃあまた来週ですね、はい、ユーザーダウンロード。池袋交差点24時。